10月14日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。高気圧に覆われて晴れるところが多くなるものの、西日本は次第に天気が下り坂となります。では天気の流れを詳しく確認していきましょう。九州では朝から雲が広がり、ざっと雨が強まる可能性もあります。また中四国でも太平洋側を中心に天気は下り坂となり、雨の降る可能性があります。一方、北日本から中四国にかけては晴れるところが多く、日差しの届くところでは過ごしやすい体感となりそうです。では最後に予想気温も確認していきましょう。北海道は朝の冷え込みが厳しく、日中もそれほど気温は上がらない見込みです。その他の地域では日中は過ごしやすい体感となるものの、朝晩は冷え込み、一日の体感差が大きくなります。服装選びに注意してください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。